コロコロあゆねチャンネル。え、待って、めっちゃ綺麗やん。ねえ、ちょっと、ね、めっちゃ綺麗じゃないね。ほら、めっちゃ自然だけど富士山はおらんな。カエラだな。ね、見て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 、窓開けていい？ダメ？いいよ、ありがとう。ちょっとお腹空いちゃいました。これ登りじゃない？うん、おいしい。柔らかい。どうやったね。おいしい。めっちゃ柔らかくて甘くてサクサクで美味しいです。あと温かい、出来たてだからめっちゃ大変です。こぼれるね。いただきます。トリコロールの色とかについてる。3匹でね。ドローでした。いかがでしたか皆さん。いや、最後一回切らせてほしかったなとは思うんですけど、高い声が出ないから低い声で言うと、最後は一回蹴らしてほしかったです。あとはレフェリングとしてはね、なんかね、やっぱ名古屋ひいき目で見ちゃうから若干って思ったけど、どうなんだろう、やっぱりひいき目なしで見たら普通だったのかもしれないです。まあでも待ってとかノリとかチャンスあったけど、そこ決めきれなかったっていう部分もあったんで、まあね、それが決まってたらもっと違う結果になってたかなって。だから前向いて次ホーム行きましょう。どうか
考えても綺麗だよ。伊藤洋華堂あるし。美味しそう。あく。美味しい。